ようこそ JNW へ。パーソナリティのエレンです。早速ですが、今回お届けするテーマはこちら。日本が世界一だったとは、江戸時代のあるデータに衝撃、世界中の歴史愛好家も興味津々。それでは行ってみましょう。皆さん、国際識字デーをご存知でしょうか？そもそも識字とは、文字の読み書きができることを指します。日本では教育の水準も高く、義務教育の制度もあるので、成人のほぼ 100% が文字の読み書きを習得しています。なので識字についてあまり意識することはないかと思います。しかし、世界の国々を見渡すと、文字の読み書きができない非識字者はたくさんいます。2020年時点では世界で約7億7300万人が非識字者と言われており、これは15歳以上の世界人口約6分の1にあたります。しかもその中で約3分の2は女性なんです。この状況と比べると、日本はとても恵まれていることを感じますね。毎年9月8日が国際識字デーとなりました。そのきっかけは、1965年にイランで開催されたテヘラン会議で、当時各国の国王たちが1日に軍事費として使われる予算を識字基金として、読み書きができない人たちへ寄付すると提案したためです。そしてその思いを忘れないために制定されたのが、この国際識字デーです。この識字に関して、実は日本の識字率の高さは今に始まったことではなく、なんと江戸時代の頃から識字率が世界で一番高かったと言われています。農民の人たちも読み書きができたのだとか。それは日本人の私たちからしても驚きですよね。この農民たちの教養の高さには、世界から驚きと称賛の声が上がっているようです。アメリカの歴史家がカラカサ連判状、または車連判状と呼ばれる署名書とともに、江戸時代の識字率の高さを紹介し、海外の歴史愛好家たちの間で話題になりました。カラカサ連判状とは、一つの円を中心として丸く順番に署名を記した証文です。カラカサ連判状は、もともと中世の武家たちが使い始めました。武士同士で同盟関係の約束を結ぶ際、署名した者はお互いに平等な立場にあるよとの意思を形に表すために使われたんだそう。誓いの証明ってことですね。それが時が経ち、近世になると農民たちの不満が高まり、百姓一揆が起きるようになりました。一揆の数がなかなか止まらず増え続けたので、当時罰を厳しくし、一揆の主導者は死刑にすると定められたのです。それに対して農民たちの間では、百姓一揆の首謀者が誰なのかわからないようにするため、円形で署名する、このカラカサ連判状が使われるようになったのです。これだと一番最初に署名したのが誰かわからないので、得策ですよね。このアメリカの歴史家は、実際のカラカサ連判状の画像も一緒に紹介しています。その画像を見ると、円形にずらーっとたくさん署名が並び、なんだか黒魔術の呪文が書かれているようにも見えます。全体的に見ても円形のバランスもよく、まるでアート。もしかしたら当時グラフィックアーティストのような役割の人がいたのかもしれません。その担当が最初に署名する人数を確認して、それぞれの署名する場所をマークしたり、一人だけ大きな字で書きすぎないように調整したりして、と、どんな風に作成されたのか、想像がどんどん膨らんでしまいますね。さらに興味深いのは、とても綺麗な字で書かれていること。驚くことに、各署名に押印まであります。この時代の農民たちにまでハンコが普及していたとは知りませんでしたね。このカラカサ連判状に対して、海外からはこんなコメントが。綺麗に書かれていることに普通に驚いた。秀夫御社が監督したドラマ3匹の侍で、このカラカサ連判状が重要な場面で使われてた。このおかげで全員が首謀者だって言えるってことね。納得。ということは、江戸時代の農民たちは読み書きができたってことだよね。それとも誰か一人が代表して全員の名前を書いたのかな。気になる。最後のコメントにもあるように、当時の農民たちの識字率の高さにも話が及び、
日本の農民たちは読み書きができたのかと、世界中の歴史好きさんたちは驚きを隠せない様子。コメント欄にはさらにこんな反応が寄せられています。農民が自分の名前を書けたとは興味深い。多分ヨーロッパはそこまで行ってなかったと思うからね。ジャパンタイムスなどの記事によると、この頃の識字率は 60% なんだって。歴史家に聞いてみると、19世紀の日本は欧州の先進国よりも識字率が高かったんだって。侍たちはきっとインテリだったんだね。日本は明治維新の後に外国に習って工業化が急速に進んだけど、あんなにうまく対応できたのもきっとこのおかげね。江戸時代の頃は大きな戦が少ないから、戦国時代に比べたら退屈だと感じる人も多いと思う。でも実際にはびっくりするくらいみんなが豊かで魅力的な時代なんじゃないかと思う。日本の江戸時代の歴史にさらに興味を持ってくれた方も多いようでした。日本人の識字率について、当時の統計などは存在しませんが、江戸時代幕末期頃にはすでに世界で一番だったと言われています。まず日本の武士たちで文字の読み書きができない者はいませんでした。侍の識字率は 100% です。武士たちは江戸時代の政治や行政の担い手だったので、任務をこなすためには書類は欠かせません。そのため読み書きは必須となります。現代に例えるなら公務員のようなイメージですね。戦国時代や初期の江戸時代では武士にとって武力が一番重要でしたが、次第に戦が少なくなり学力重視に変わっていきました。なので剣術を磨くことより学校に通い読み書きを覚えることが不可欠になったのです。一方、農民などの庶民層でも男子の 50% 近くが読み書きができたんだとか。当時は現代のような義務教育の制度はありませんでしたが、自主的に運営されている寺子屋に庶民の子どもたちがこぞって勉強しに通っていたことからも、当時の教育熱心さを感じることができますね。なんと幕末期の就学率は驚きの 80% 程度もあったのだとか。寺子屋では主に読み書きそろばんを学んでいたそうです。こういった日本の識字率の高さは江戸時代だけでなく、その少し前の鎌倉、室町時代に日本に訪れた外国人宣教師たちも実は驚いていたのだとか。例えば宣教師ザビエルや江戸時代に来航したペリーなど、来日した外国人たちが残した記録を見ても、当時の識字率や教養が高いと評価していたことがうかがえます。実は同時代のイギリスでは、首都のロンドンに住む一般庶民の子供の中で字が読めるのは 10% ほどしかいなかったのだとか。日本と比べるとかなり低く感じますよね。その後イギリスは産業革命により世界の工場と呼ばれ大きく発展しましたが、それにもかかわらず一般庶民の子供の多くはまだ文字を読むことができず、識字率は同じく 10% 程度だったと言われています。では同じヨーロッパにあるフランスではどうだったのでしょう。日本が江戸時代だった頃、フランスでは初等教育が無料化されました。そう聞くとみんながこぞって学校に通ったのだろうと思ってしまいますが、10代の就学率はわずか 1.4% ととっても低かったのです。なので識字率もなかなか高まりませんでした。もちろん富裕層の子どもたちには家庭教師がいたので、学校に通う必要はなかったという事情もあります。そうした教育を受けられる子どもたちは限られており、国全体の識字率は日本とは比べ物にならないほど低かったようです。そんな中、日本の識字率はどうしてこんなにも普及したのでしょうか。その理由の一つとして挙げられるのが、八代将軍の徳川吉宗が身分や男女に関わらず読み書きや計算を習得するよう推奨したのがきっかけだと言われています。なので男女問わず幼少時から読み書きを習い、ほとんどの人が子供から大人まで読み書きできたのですね。これはいい政策ですね。他にもこんな理由が挙げられます。この頃読書熱が想像以上に高く、移動図書館ならぬ貸本屋が誕生し大繁盛したのだそう。江戸の町を中心に貸本屋はいくつかあり、そのほとんどにはお得意様がたくさんおり、読書好きの女性たちが数多くいたのだとか。新しい本は高価ですが、
この貸本屋から借りると安く読むことができたのです。子供から年配まで新品だった本が多くの客の手を渡り、手垢で汚れ、擦り切れ、ボロボロになった本を熱心に読んでいたのだそう。それと同時に江戸の町では出版業がにぎわったので、ニュース速報を伝える新聞の元祖瓦版が誕生しました。こういったものは読み書きができないと楽しめません。こういった読み書きができる利点が増えたことも、識字者の増加と安定に大きく関係しているのでしょう。ここから読み取れるのは、江戸時代後期は文字が読めるイコール楽しく暮らせるという社会だったということです。この同じ時期にヨーロッパで起きたジャポニズムも、庶民が芸術を日常的に楽しんでいたことへのショックから派生したものです。浮世絵や着物ファッションが有名ですね。この時代のヨーロッパは階級社会だったので、庶民が文字を読んだり学問をする必要性がほとんど重視されませんでした。庶民が無知でいた方が管理しやすいという考え方だったのかもしれません。その一方、徳川吉宗は知恵のある庶民は道徳的で自己管理ができるという考え方だったといえます。こういったことが識字率の向上につながり、日本でも文明が開化し、現代のような世界トップクラスの先進国となれたのかもしれませんね。さて、外国人たちの反応はいかがでしたでしょうか。よかったら皆さんの意見や感想、ぜひ聞かせてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。